来てあげたんじゃない、リーさんのためにねえ、お時間ないなんか、はい、本当ですね、すごいツッコミですね、はい、これ途中で抜けるんですか、僕っていう風に私は伺ってますね、途中までのお時間しかいらっしゃらないというふうに伺ってるので、お先に失礼します。はい、まあ、今シーズン佐藤拓磨選手本当に忙しい1年だったと思うんですけれども、フォーミュラ日本にもリポート参戦をされました、はい、どうでしたか、フォーミュラ日本を参戦してきて。あ、楽しんでますよ、毎回、コンディションも違うしサプライズもあるし、はい、ね、まあ、特にそのスゴーラウンド、はい、もう何もかも初めてだったんだけど、まあ、鈴鹿でようやく、ね、知ってるコースだし、はい、まあ、どんな風に週末がこう進んでいくのかなっていうのも分かり、で、まあ、レースも、ね、経験して、はい、で今回これですから、まあ、本当に毎回毎回すごく楽しんで走ってます。あの、これまで乗ってきたマシンとフォーミュラ日本のマシンの違いっていうのはどうですか。全然違う。だからフォーミュラ日本はもちろん速いですね、はい、だからダウンフォースもすごい出てるし、スピードも速いし、ね、ラップタイムも みんなが、ね、よく分かる通り、はい、例えば F1 なんかとも鈴鹿で走るから比べられるし、はい、まあ、そういう意味ですごく速いんだけども、はい、車の作り方としてはちょっと技術的な、ね、話になっちゃうけど、はい、作り方としては今まで乗ってきたフォーミュラのどれにも当てはまらないタイプ で、はい、で、まあ、それこそ今もそのエンジニアさんといろいろなことを試行錯誤しながら、はい、試している最中で、僕もそういう作業はすごく楽しいんだけども、はい、なかなかスペックシリーズといえども、はい、前のとの差がね、なかなか縮まんなかったりとか、どうやってこの車作ってどうやって運転していくのかなっていうのは結構毎回毎回大きなこう挑戦になってますね。はい、あの、今回で3戦目になりますよね、はい、で、予選終わりまして6番手スタート、はい、ということになりましたけれども、明日の決勝に向けてはいかがですか。そうですね、まあ、予選はね、ラッキーだった部分もあると思うんだけども、はい、まあ、少なくともでも、今までのね、グリッドの中で一番いいので、はい、まあ、ちゃんと今回スタートしてですね まあ、今回はその予選がね、結構、まあ、波乱だったこともあって、はい、まあ、それこそ、もう時間、まあ、とにかく、結構順位変動が明日はあると思うので、はい、まあ、短めのレースになると思いますけど、まあ、僕も精一杯走りたいですし、はい、まあ、いいね、バトルをしたいですね。わかりました。同期なんで負けられないですか。あ、そうですね、負けられないですね。僕明日11番なんで、後ろから追い上げ、追い上げで、うん、お手柔らかにお願いして、どうぞ。さあ、ということで、残念ながら佐藤拓磨選手はこの後Jスポーツの収録があるということですので、皆さんは録画していらっしゃると思いますので、そちらをご覧いただきたいと思います。佐藤拓磨選手、どうもありがとうございました。こんなに早くてすいません。お忙しい中、ありがとうございます。だったらみんな帰っちゃうじゃないですか。帰って帰って、みんな大丈夫。はい、もう、よさってさ、帰っちゃう。よさ呼んだ呼んだ。拓磨と拓磨が似てるって言うね。